アンナーシルリディ・ニッラーはアッパース朝の第34代カリフ、先代のムスタディの息子。歴代カリフで最も長い知性を誇り、数世紀にわたり弱体化したカリフの権力、政治的実権と全ムスリムからの宗教的権威の双方の回復に努めた。そのため内外の諸勢力の対立を利用して周辺諸国の同盟関係に干渉し、これを操って、 アッパース朝の優位性を確立するため奔走している。即位すると、まず、エルサレム王国打倒のため諸国からの協力を、欲していた IU 部長のサラーフティーンの要請に応じて、ジハード宣言を下す一方で、エジプトからシリア一体を征服しつつあったサラーフティーンを、警戒してその動向を批判するなどして牽制している。この時期、アタベク諸政権と、 その日ごかにあった王族たちによる内紛が絶えなかった。セルジューク朝は弱体化が激しく、また1180年代半ばには、ホラーサーアンからオグズ諸勢力がイラン東部に侵攻して、ケルマーンセルジューク朝を滅ぼしていた。ナーシルは、この混乱を好奇と見て、ホラズム社長のアラーウティーン敵手に誘いかけて、1194年にはセルジューク朝最後の君主となる。 トグリル3世を攻め滅ぼさせた。同時に、ゴールアサのギアースティーン・ムハンマドにも、軍事支援の要請を取り付けることにも成功し、これに敵手の牽制も行った。アラーウッティーン・ムハンマドとジャラールティーン・メングベルギーの、イラン、イラク地域での攻勢に苦しい立場にさらされ、モンゴル帝国の侵攻にはほとんど対抗ができなかった。ものの、ルームセルジューク長や奴隷王朝、 インドから帰還したジャラールディーンにモンゴル軍への対抗を支援するなど多方面への働きかけを続けている。アッパース朝の復興を半ば実現した一方で、ナーシルの外交政策によって周辺諸勢力を混乱させ、ホラズムシャー朝の没落とモンゴル帝国の侵攻を容易にしたとして、同時代の人々からの批判は、交在半ばしているが、 後世からはこの時代にあって卓越した行動力と鋭敏さで国事と外交を再配した有能な君主であったという評価を受けている。イブンジュバイルはナーシル在位中にバグダードを訪れており実際にナーシルを目撃している。以下はイブンジュバイルの旅行記におけるナーシルの評判と用紙についての記述である。カリフはジジグリス川で船に乗っているのを見かけられるし、 また、砂漠に狩猟に出かけることもある。カリフは人々に気づかれないように質素に出かけるが、お忍びであるにもかかわらず、カリフの名声は言いすのである。けれども実は、カリフは人前に姿を現し、人々に、親愛の情を示すのを好んでいるのである。このようなカリフの性格は大衆に喜ばれている。彼の知性は安楽で、公正で、人々は、 良い生活を送っているため、身分の上下を問わず彼のために祈りを捧げている。我々はカリフが、西岸の見晴らし台の前にいるのを見かけた。カリフは見晴らし台から降りてきて、船で東岸の上流にある邸宅まで川を遡るところであった。彼は、若年で、顔一面に短い赤毛を蓄え、姿麗わしくまた耳潤わしい色白の肌をしており、背丈は中くらいで、 好ましい要望をしている。年の頃はおおよそ25歳。金の刺繍を施したカバーウ様に、裾の長い白衣をまとい、頭には金紙で刺繍した、周囲に天やそれ以上に高価な毛皮をつけた帽子をいただいていた。カリフは本性を隠すために、このようなトルコ人の衣服をまとっていたのだが、いかに大いをかけても太陽は隠し通せない。ありがとうございます。